共通基盤領域の運営統括を務める小坂部です。本領域の今年度募集に向けた皆様への期待をご説明いたします。研究開発の現場では新たな知の獲得を目指す基礎科学が営まれ、また持続的イノベーションの源泉となる技術が創造されています。言うまでもなく未来社会の礎です。本領域ではこの研究現場で使われる共通基盤技術を開発することにより研究開発を加速することを目的とします。また創造的独創的な共通基盤技術、機器、システムが事業化され、我が国の競争力強化に寄与することを目指します。より具体的にはこの3点が重点となる項目です。以上より、本領域の重点公募テーマは革新的な知や製品を創出する共通基盤システム装置の実現としました。学術、産業双方を支える研究開発を加速し、成果の創出を目指す思いを込めました。本領域で目指すアウトカムのレベル感をお伝えします。目標の1では、本領域で開発される共通基盤機器システムを活用して創生される研究成果が、学術面に重きを置く分野にあってはノーベル賞クラスの新知見や新発見であること、また産業面に重きを置く場合は革新的製品開発の核となりうる成果、研究生産性を飛躍的に向上しうるもの、こういったことを求めます。ここでは基盤技術機器システム自体が大きな事業に発展することは必ずしも求めません。目標の2では、基盤技術機器システム自体が大きなインパクトのある事業に育つことを期待しています。研究現場で使われる機器システムが研究の広がりとともに社会に実装されるようになると、大きなインパクトが生まれます。規模感で言えば、時価総額1000億クラスの事業を目指せる機器システムの提案を期待しています。とても大きな規模に聞こえるかもしれませんが、最近では大学発ベンチャーの5社がこの規模の時価総額を達成しています。本領域で実施する研究開発の概念図です。まず提案段階です。先ほど説明したレベルに到達する可能性のある非連続的イノベーション創出の兆候を探り、挑戦的な課題を狙っていただきたいと考えています。青の部分が本領域で狙う部分です。探索研究では研究力の向上と産業競争力の強化のいずれかの目標を見通し、提案の原理の実証や課題解決の方策に取り組みます。本格研究におけるプルーフ・オブ・コンセプトのイメージは、プロトタイプが研究現場で実装され、手法の有効性が判断できるようになることです。研究終了以降は、また適切と判断されれば研究期間中でもベンチャーとしてスピンアウトする、あるいは企業とのマッチングファンド形式による事業化に挑戦する、あるいは研究現場で実際的に活用されている状況を想定しています。先ほどご説明した目指す成果のレベルを具体例でお話します。海外の例になりますが、2017年ノーベル化学賞を受賞したクライオ電子顕微鏡の開発です。 X 線解説や NMR では困難だった膜タンパク分子などを原子レベルで観察することを可能にしました。
こうした手法を活用するのは限られた数の研究者で、機器、システム事業としてはそれほど大きくはなりませんが、それによって構造が解析され、機能が解明され、こうした知識は創薬に大きく貢献しています。1980年代、私自身、この研究コミュニティに加わったことがありました。受賞者の一人であるジャック・ドボセが発明した急速凍結の技術を導入し、ウイルスの構造解析を行っていた所属研究室の研究を高度化する役割を担いました。実際にヨーロッパのジャック・ドボセの研究室に行き、手法を教わりました。また、ゴルドンカンファレンスなどで、産、官、学の生物学者、電子顕微鏡エンジニア、数理研究者が集まり、こうした技術を一歩一歩議論しながら作られていく様子を目の当たりにしました。こうした異分野の研究者が目的に向かって協力する姿勢は、本領域でもぜひ実現したいことであります。基盤技術機器が大きな産業インパクトを生んだ例です。これも海外の例になりますが、次世代シーケンサーの開発です。2003年に完了したヒトゲノム計画では、日本人が発明したキャピラリー電気映像型の DNA シーケンサーにより、初めて人の全ゲノムが解読されました。発明したのは、私と同じ企業研究所に属していた身近な先輩です。その後、シーケンシング技術を重要と見た米国では、セントラルシーケンスを謳い、基礎研究に投資し、画期的新法治機をいくつか生み出しました。これらをもとに、複数のベンチャー企業が立ち上がり、市場で勝ち抜いたイルミナ社が独り勝ちし、今や時価総額400億ドル以上、日本円で4兆円に評価されるほどに成長しています。次世代シーケンサーは、研究室を飛び出して、臨床医療の現場で、がんゲノム診断などの精密医療に活用され始めましたために、これだけの企業価値になったわけです。共通基盤領域では、事例に挙げたような2つのパターンのいずれかを見通し、研究手法を刷新するようなハイインパクトな提案を求めます。本年度の本領域の選考方針です。まず、テーマ設定の方針です。2018年度に各界のニーズの俯瞰から広範かつ基礎的な技術領域を10のサブテーマとして設定しました。昨年度はサブテーマをベースとして継続しつつ、本事業のウェブサイトを通じて行ったテーマ提案への意見募集や有識者によるワークショップを踏まえて、複数のサブテーマにまたがる2つの優先的に提案を求める課題を設定し、重点化を図りました。ここで期待する提案は、これまで積み上げてこられた研究実績を本領域の目標達成に向けて新たに展開する提案、また既存の採択課題との高い相乗効果が見込める提案、そしてまた将来的に新たな共通基盤技術の先駆けとなる潜在的な可能性を持つ提案の3つです。一例として、昨年度初めて本格研究課題に移行した香りの研究は、JST のエラ島事業の成果に基づくものでした。重点公募テーマの下で設定された今年度の優先して提案を求める課題とサブテーマの全体像です。優先して提案を求める2つの課題を中心に、生命科学や材料といった分野を中心に新しい研究領域を切り開き、将来社会や産業に大きなインパクトを与える提案を期待しています。
優先して提案を求める課題1のイメージです。で、健康、医療、物質生産、機能性材料の研究加速のため、光学電子顕微鏡等から得られる画像情報を飛躍的に向上される計測技術の開発や、従来別々に扱われてきた情報を時間も含めた4次元で統合的に解析できる技術開発が求められています。そこで、新たな研究の進展のため、従来のイメージング技術で対応できない時間分解能、空間分解能の飛躍的向上を目指し、特に物質、分子、イオン等が実際に機能する空間で計測分析ができるような実環境下における物質、分子等の構造、機能解析の提案を求めます。例えば、マテリアルサイエンス分野では、リチウムイオン電池の数ナノメートル程度の電極、電解質界面には空間電荷層が存在し、その厚みや電子、微量イオンの分布が出力特性等、電池特性に影響を与えることが知られています。しかし、電圧をかけた状態でリチウムイオン電池の電極、電解質界面の電子イオンの状態や反応の挙動解析は未だできていません。そこで、高性能かつ安全性の高い電池の実現のためには、空間分解能1ナノメートル以下、時間分解能1マイクロ秒以下の解析技術、機器が求められます。ライフサイエンス分野では、神経やがんに関わる疾病にはオルガネラが深く関わっていることが示唆されていますが、生体内の細胞が直接観測困難であるため、代わりに試験管等で生体内を模した実環境になるべく似た系を再現したモデル系での解析にとどまっています。細胞内での様々な生体内分子の構造やその動態を実際に機能する空間で解析することが必要であり、空間分解能1マイクロメートル以下、時間分解能1ミリ秒以下で測定可能となるような新たな解析技術、機器が必要であります。目指すアウトカムの一例を説明します。計測技術が大きな社会的意義を生んだ例として、がん治療があります。クライオ電子顕微鏡が開発されたことで、例えば組織から取り出した標的分子である膜タンパクの動態構造の解析、作用機序の解明が進み、抗体医薬品などの開発が目覚ましく発展しました。しかし、難治性のがんでは作用機序が不明なものが多く、細胞内でのオルガネラやタンパクなどの動態構造、機能情報を計測し得る技術や、関係するプローブ合成化学、さらには数理技術などを用いて統合的に解析し理解することで、初めて新たな知見に基づく治療法の発展が期待されています。優先して提案を求める課題2のイメージです。作る、測る、分かる、このサイクルを回すスマートラボラトリーを実現し、日本の R&D 力の向上、成果のスムーズな産業化、働き方改革の達成を目指すことで、本領域が重視する観点の一つである研究現場の生産性向上等に資する技術の開発、ここへ貢献します。具体的に、研究現場で日々行われる前処理、化学合成など大量同一品種から少量多品種の反復作業を自動化することによって、スループットを桁違いに高めることが求められます。今年度は特にマテリアルサイエンスで有機材料合成をハイスループットで実現するための合成装置、ハイスループット評価技術を開発する提案を求めます。なお、
本優先課題でライフ分野への提案は求めませんが、研究現場の効率化に資する内容については引き続きサブテーマの枠組みで提案可能です。将来的にここで得られた計測分析技術や機器分析装置の標準化が実現されることで、我が国の国際競争力強化に資することを見据えた提案を期待しています。研究開発のマネジメントは運営統括とテーママネージャーが力を合わせて行います。ライフ関連分野では島津製作所の佐藤さん、物質材料関連分野はトヨタ自動車の岡島さん、数理関連分野は東京大学の相原先生が担います。成果の最大化に向けては、目覚ましい応用成果を上げている数理化学、数理工学に着目し、システム、装置化を目指す研究と数理研究の発展的な連携を目指します。探索研究フェーズでは、柔軟に目標、予算を運用し、人材育成や課題解決に向けた意識を醸成したいと思います。本格研究フェーズでは、成果のベンチャーやユニプロへの受け渡しによって成果の最大化を図ります。共通基盤領域では、通常の探索研究に加え、プルーフオブコンセプトが描けなくとも共通基盤に貢献する研究であれば、要素技術タイプとして提案が可能ですが、数理研究に限定しており、それ以外の分野は通常タイプのみの募集となっています。優先的に提案を求める課題のいずれにも数理化学、数理工学は求められているため、キラリと光る新しい技術の提案を望みます。探索、本格研究問わず、採択された数理研究者には、システム、装置化を目指す研究者と共同して、その課題解決に貢献することを期待しています。なお、本格研究への移行に際しては、複数の探索研究の統廃合や中止等も想定しています。今年度の採択数は6から9件を想定しています。探索研究から本格研究に進むためには、大きなステージゲートがあります。ステージゲートでは、本格研究に向けた構想、インパクト等を踏まえて評価を行います。要素技術タイプについては、単独で本格研究に移行することはありませんが、ステージゲートのタイミングで他の本格研究への参画を想定しています。最後にまとめます。共通基盤領域では、日本の研究力の底上げと新たな事業の創出に取り組みます。その進め方は、こちらの4点がポイントです。皆さんから、将来的にインパクトのある地や製品を生み出す、また世界基準となるような挑戦的、革新的な共通基盤技術の提案が集まることを楽しみにしています。よろしくお願いします。